俺は貴空師であった過去を捨てて、一人の傭兵として故郷アウギュステを守っていた。海の存在はこの空じゃ珍しい。アウギュステ列島には空域随一の美しい海があった。そこでエルステ帝国は兵器開発という名の海洋汚染を始めやがった。当然アウギュステとエルステは戦争状態になり、俺もそこに参加した。団長たちとはその紛争の中で出会った。俺たち傭兵団は団長たちと共闘してエルステに対抗した。随分激しくて苦しい戦いだった。だがその戦争は聖少獣リヴァイアさんの暴走、鎮圧という形であっけなく幕を閉じた。戦争の最中、俺はずっと見ねえようにしていた自分自身の後悔、過去と出くわすことになった。長らく会うことのなかった娘が目の前に現れたんだ。ああそうだ、普通だったら心から喜んでいいことだろうさ。だが俺は昔、娘に心底恨まれても仕方のねえことをしちまった。殺意と言っていいほどの憎しみを娘に向けられて、正面から向き合うことができなかった。けどよ、団長たちの気力に煽られたのかもしれねえな。若い奴らのまっすぐな生き様に、俺もちゃんと過去に向き合わなきゃいけねえんだと感化された。だから俺は団長たちと共に再び空を旅することを決めた。もう二度と後悔しねえように。ずっと昔の話だ。俺の妻は不治の病を抱えていた。俺はその治療法を何とか探すべく、この広大な空を旅した。妻と娘を家に残して、ずいぶん遠くまで旅をしたぜ。西へ東へ、そりゃもういろんなところをな。気がつきゃそこそこ名が通ってたほどだ。だけどよ、どこまで行っても肝心の治療法が見つからねえ。旅に出ている最中に妻は息を引き取った。俺はあいつが一番苦しい時にそばにいてやることができなかった。死に目に会えなかった後悔はいつまでも俺の中に残り続けた。押しつぶされそうなぐらい、そりゃもうどうしようもねえほどに。家に残された娘は苦しむ妻を看病しながら、そりゃ不安な毎日を過ごしたらしくてな。娘はさぞや俺のことを恨んだことだろうよ。なんでこんな大事な時にお父さんはいないのってな。ようやく家にたどり着いた時、一時的に身寄りがなくなっていた娘はすでにアウギュステを去っていた。もぬけの殻になった我が家で、俺は一人呆然と立ち尽くすしかなかった。あれから15年の月日が流れた。
俺は団長たちと出会い、旅の道中で娘との再会を果たしたんだ。娘は俺を拒絶し、憎悪の瞳を向けてきた。過去と向き合わなきゃならねえと腹をくくったつもりだったが、娘をいざ目の前にするとかけられる言葉なんざなかった。今さら父親面なんてできるわけがねえ。心の底じゃ娘と和解したいと願ってはいたが、俺にはその勇気がなくて、どうすることもできなかったんだ。そんな時だ、団長たちとの旅の中でアウギュステを見守り続けてきた聖少女リヴァイアさんを自分の身に宿らせ、その意識を垣間見ることになった。そこで俺は自分の過去の記憶を追体験した。目の前に広がるのは妻がいたかつての日常、もう二度と戻らない幸せだった日々。このまま現実に戻っても妻はもういない。そう思った俺はそこに留まろうとしたが、妻に未来を犠牲にしてはダメだと止められてな。夢かうつつかわからない体験の中で妻と最後の約束を交わした。それはしっかり娘と仲直りすることだった。妻の言葉に後押しされて、ようやく勇気を持って現実へ、未来へ進む覚悟を決めたよ。そしてその後、俺はあいつの言葉を支えにして、娘の危機に少しは父親らしいことができたと思ってる。娘とまっすぐ向き合うこと、まだまだ時間はかかるかもしれねえが、少しずつでも前に進んじゃいるはずだ。フォルカにはテンペールからの避難民が山ほど滞在していて、テンペールの復興準備に向けてせわしなく人が行き交っていた。俺たちも何か手伝えることはねえかと街中を歩いている時だった。青ざめた顔の若いドラフが目に留まってな。事情は知らねえが、前向きとは言えねえ、そんな感情が顔に出てやがった。半ば放心状態で歩くそいつがどうにも気になって仕方がねえ。悪いとは思ったが、そいつの後をついていくことにした。嫌な予感がしたからな。たどり着いた場所は断崖。朝日が差して妙に冷たい風が吹き抜ける。今にも消え入りそうな表情で崖際に佇むそいつに思わず声をかけた。おい、飛び降りようとか思ってんじゃねえだろうな。そいつは俺の言葉に驚き振り返った。少し間があった後、目をそらしながら力なく答えた。大丈夫ですよ。悩み事があるなら話してみろよ。楽になるかもしれねえぜ。そうですね。そう言ってそいつは悲しく笑った。向き直って事情を話し始めたそいつはカルセダって名前らしい。もともとはテンペールで宝石職人の見習いをしていたそうだ。幼なじみがあの嵐に巻き込まれてしまったんです。僕は彼女が好きでした。でも最後までそれを伝えることができなかった。カルセダは悔しそうに唇をかみしめた。
嵐が起こる少し前、カルセダは職人としてなかなか認められない自分の苛立ちを幼馴染にぶつけちまったらしい。それに愛想を尽かして幼馴染は出て行っちまったそうだ。嵐はその日に起こってしまった。カルセダの顔からはどうしようもねえほどの悲しみが溢れていた。取り返しのつかねえことってのはどうしてこう起こっちまうんだろうな。カルセダは崖際に差し込む朝日を見つめて懺悔するように語る。小さい頃に約束したんです。いつか僕が一人前の宝石職人になったら君に大切なことを伝えるって。直接好きだと言葉にする勇気が僕にはなかった。カルセダは告白を先延ばしにしてそのことを心底後悔してるそうだ。約束はずっと昔にしたことだから、彼女はきっともう覚えてなかったかもしれませんけど。カルセダは空を見上げると何かを思い出したようにこう続けた。ああ、そうだ。テンペールの鉱山に彼女の遺品が残っているはずだ。取りに行かなきゃ。きっと今頃困っているはずだから。その気持ちは応援してやりてえが、テンペールはまだまだ魔物が出る危険な場所だ。現状一般人が無防備で入っていいような場所じゃねえ。ましてこいつは明らかに憔悴してる。お前さん危なっかしくて仕方がねえ。俺が代わりに探してきてやるよ。どんなものだ？カルセダの様子を見かねて半ば無理やりに遺品の探索を受け負った。思いを伝えられなかった後悔ってのはよくわかるからな。妻と娘にどれほどの言葉が伝えられなかったか。今だって誰もいなくなった我が家を思い出すと胸の中がとんでもねえぐらいにズキズキ痛む。扉を開けても中には誰もいねえ。あん時は俺の中も一緒に空っぽになっちまってた。だがよ、それでもいろんな奴に助けられてきて今ここに立ってる。となりゃ今度は俺の番だろうが。同じように後悔を抱える男に俺が手を差し出す番だ。遺品はこの先にあるって話だったな。ことのついでだ、坑道内も点検しといてやるか。え、なんか溺れてるんじゃねえか。テンペールの復興のためにもこいつらは始末しておくべきか。タグ、我が物顔でのさばりやがって。次から次へと。気をつけよ、弓矢だ。カルセダのためにも遺品を早く見ジョーロとシャベル。こいつがカルセダの言ってた遺品か。お、なんだ。呼びやがったな。ずいぶんにぎやく。ボス格は打ち取ったぜ。一安心ってとこだな。よし、それじゃあ町に戻ろうぜ。ったく、ゴブリンどもの巣窟になってたとはな。代理できて正解だったぜ。幼馴染は花が大層好きだったらしい。テンペールの土壌はなかなかうまく花が育たない。だからこそ
そこでいろいろな花を育てることを夢見ていたそうだ。カルセダはそんな彼女のために墓前に彼女の園芸道具を備えたかったんだろうな。遺品を手渡すと、カルセダは震える手でそれを受け取った。ありがとうございます。心の底から絞り出すような感謝の言葉は弱々しく痛ましかった。ふと目を離したらどこかへ消えてしまいそうなほど、まだまだカルセダは地に足がついていない。墓参りに行くんだろう。付き合うぜ。俺はカルセダの肩を叩く。お願いします。カルセダは遺品を大事そうに抱えながら唇を噛みしめていた。こんな若い奴が苦しんでんのはあんまりだ。できる限りのことはしてやりて。俺たちが墓地へたどり着くと、強めの雨が降り始めた。空いっぱい灰色に覆い尽くすような冷たい嫌な雨だ。見渡すと、墓参りに来ている奴が他にもちらほらといた。きっと、カルセダと同じように大切な人が災害に巻き込まれたんだろうな。カルセダは、幼馴染の墓を前にして、咳を切ったように泣き崩れた。なんであの時、もっと優しくしてやれなかったんだ。伝えたいことがたくさんあったの。大切なことが何一つ言えなかった。カルセダは膝をついて悔しさいっぱいに地面を叩く。雨水が弾けるように飛び散った。あんなことが言いたかったわけじゃなかったんだ。僕があんなことさえ言わなければ、君はどうして僕はただ君の笑顔を見ることだけが。俺にできるのは何も言わずに背中をそっと撫でてやるくらいだ。カルセダの気持ちは痛いぐらいよくわかった。ああ、痛いぐらいいいな。その後、俺たちは酒場で語らった。店の外からはうるさいほどの雨音が響く。まだ昼間だってのに、窓から外を覗くと夜みてえに暗い。カルセダはきつめの酒を一気に飲み干した。いつだったか、彼女に何かの花の花言葉を知っているか聞かれました。自分はそういうのに無頓着で、その時は忙しさにかまけて調べもしませんでした。あの花の名前が思い出せない。彼女との何気ない日常をもっと大切にすべきだった。カルセダのその言葉は俺に刺さった。これほどの後悔を抱えて、この先どう生きていけばいいのでしょうか。カルセダの問いかけに少し考えてこう答えた。それは俺に聞くことじゃねえ。彼女に聞いてみな。でも彼女はもう。妻に先立たれたこと、そしてその時の思いをカルセダに語った。やりたいこと、
やれなかったことはそりゃ山ほどあった。その時の後悔ってのはもうずっと消えることはねえ。胸が裂けそうなぐらい苦しい日々を過ごした。前向きになってなれるもんじゃねえ。だが前に進むのは生きてる奴にしかできねえことだ。だからこそ残された側は大切に思っていた人が一番願っていたことを探してみりゃいい。彼女が何を願っていたのか一緒に探してみようじゃねえか。きっとそこに答えはあるはずだ。彼女の願いですか。カルセダは思い返すように語る。彼女は昔から本当に花が好きだったという。鉱山でむさ苦しいテンペールの町をいつか花で埋め尽くしたいんだといつも言っていたそうだ。カルセダはそういえばと彼女が大事に育てていた秘密の花畑があったことを口にした。しかしカルセダには内緒にされていたからその詳しい場所まではわからないらしい。時折彼女はフォルカの近くの森に出かけていました。多分あの森のどこかに。一丁探してみるか。俺はグラスに残った酒を一息で飲み干した。酒場を出ると雨はすっかり止んでいた。空気はまだジメジメしていたが眩しいぐらいの日差しに目を細める。太陽を背にして森の方に目を向けると遠くにでっけえ虹ができていた。俺たちはフォルカの森へと踏み入った。雨上がりの森ってのは何とも神秘的で空気が心地よかった。きっと調子よくすぐに花畑も見つかるはずだ。そんなことを思いながらそれらしい場所をくまなく探し回った。だが手がかりはなかなか見つからなかった。探索をしながら時折カルセダの様子を伺うとまだまだ前向きになれそうには見えない。後悔に押しつぶされて折れてしまいそうになるカルセダに俺はこう語った。どんなに悲しい現実でも、どんなに辛いことがあっても、生きていりゃ何かしらが見つかる。どんなことだって、いつかは向き合わなきゃいけねえさ。だが、向き合うために時間や遠回りが必要なことだってある。もしかしたら、答えは逃げた先にあるかもしれねえ。後悔だって生きてさえいりゃいつか向き合える日も来るだろうってな。決してずっと逃げ続けていた自分を肯定するためにこう言ってるわけじゃねえ。ただ弱気になった時に逃げることを否定しまったらそれこそ本当に押し潰されちまう。生きるのが嫌になっちまうもんさ。自らの過ちを肯定することはしねえ。娘の心に傷を作っちまったことが
人かけらも正しいわけがねえ。だがそれでも生きて生き続けて今ここにいることの全てを否定することもできねえ。結局何かしらの折り合いをつけて前に進まなきゃ俺たちは生きていけねえのさ。花畑はきっと見つかる。歴戦の貴公子の勘は当てになるぜ。ありがとうございます。彼女は一体何を育てていたのか。見つけりゃすぐにわかるさ。いいか、俺たちから離れるんじゃないぞ。いいね。これは獣人よけの香木だな。花を守るために使ってたと考えると他にも落ちてるかもしれねえな。ここです。間違いありません。ああでも止めて相手してやるぜ。どいつもこいつも人様の思い出を汚い足で踏みにじりやがって許せねえ。許せてやんよ。カルセだ、大丈夫か。気を確かに持て。フォルカの森には本来魔物はそれほどいなかったそうだ。しかし先日の騒動で魔物の生息域が変わっちまったらしい。ようやく見つけた花畑は魔物に踏み荒らされてすっかりボロボロになっちまってた。そいつを見たカルセダはただ黙ってたよ。魔物の姓といえどもカルセダにとってこれはあまりにひでえ仕打ちだ。園芸のことはよくわからねえが、荒らされた状態でもその花畑がいかによく手入れされていたかぐらいはわかった。肥料、スコップ、ジョウロ、さまざまな園芸道具が置かれていた。道具箱を調べてみると、中に一冊のノートがあることに気がつく。めくって中を読んでみると、そいつはいろんな花の成長記録だった。テンペールの土は鉱物が多く難しい土壌だとか、肥料の分量、植え付けの時期、そして花の名前には全て丁寧に花言葉が添えられていた。カルセダは自分にも見せてほしいと熱心にノートに目を通した。最後のページには別の場所にも花畑を作ったことが書かれていた。俺たちはその場所へと向かった。カルセダのためにも残された花畑はどうか無事であってほしいが。爽やかな風が吹く静かな森の奥、魔物の気配は感じられない穏やかな場所だった。花畑には木漏れ日が差し、そこには一面に紫色のアネモネの花が咲いていた。
心休まる光景だ。いつかテンペールにこの花を咲かせること、それが彼女の願いだったんだろうな。姉もね。そうだ、あの日彼女が言ってた花の名前。カルセタは彼女のノートを開き、紫色のアネモネの花言葉を探す。そしてそれを見つけた瞬間、涙をこぼした。そうか、彼女ずっと。しばらくした後、カルセダは顔を上げ振り返ってこう言った。ありがとうございます。その言葉とカルセダの瞳にかすかな希望の光が宿っているのを確かに感じた。もしあの崖で呼び止められていなかったら、僕はあのまま崖から身を投げていたかもしれません。きっと彼女の心からの願いを知ることができなかった。そしてカルセダは爽やかに笑う。テンペールに花を。彼女の思いを継いで、今度は僕ができることをしようと思います。ああ、もう変な気を起こすんじゃねえぞ。カルセダは胸に手を当て瞳を閉じた。きっと彼女に誓っているんだろう。あるいはこの光景を胸に刻んでいるのかもしれねえな。俺は晴れやかな気持ちでカルセダを見送った。その後ろ姿に自分の過去を重ねる。多くの後悔があった、多くの過ちがあった。だが時間が巻き戻ることはねえ。踏みとどまって前に進んだからこそ今の自分がある。俺がカルセダを助けたように、思えばいろんな奴に助けられてきた。改めてこれまで手を貸してきてくれた奴らに感謝しねえとな。あの時は本当にありがとうございました。オイゲンさんが活躍しているという噂は毎日のように耳にします。ご双剣のようで何よりです。僕は僕でようやくフォルカで宝石職人として認められました。あの後新たに創作したアネモネの花の形を模した宝石がとても人気を得て、今では多くの注文を受けています。宝石細工で得たお金はテンペールの復興資金に充てています。いつかテンペールが復興した暁には、彼女の願っていた大きな花畑を作ってみせます。一人前になって大切な言葉を伝えるという彼女との約束は果たせなかったけど、それでも僕は前に進もうと思っています。彼女の願いを叶えるために。追伸、紫色のアネモネの花言葉は、あなたを信じて待つです。この手紙にも一輪押し花にして同封しました。フォルカにお越しの際はぜひまたお声掛けください。その時は命の恩人であるオイゲンさんに最高のおもてなしをさせていただきます。